けられてさ、逃げ回ったんだけど、最後にヘバッと転んだらさ、靴で僕を叩き上がんの。どうしてさ、何威張ってんだいてや。そんな乱暴すんなよ、爪が痛い。僕たちの面倒を見るのが役目なのに、僕らをいじめてんじゃないか。僕はアメリカ人だ、権利がある。へえ、例えばどうでもいい友達と遊ぶことか。あれってのか。そんな話はもう飽き飽きして。ティアのトンマ、うるせえぞ。ガミガミモンスターめ、爪が食い込んでる、痛い。やめ、そっちこそドアぐらい開けてよ。僕たちをいじめてばっかじゃなくて、アメリカ人には人権がある。どんなこと、出かける友達いないじゃない。座らせる、ママかお母さんって言えばいいのに。ティアのバーカ、黙れよ。ホッケーシーズンは終わったよ。誰なの。おじさんいたんだ、びっくりしたな。ゴミを料理してるよ。卵に玉ねぎが入ってる。何、違う、朝はねプリプリしてるんだ。ねえ、なんか音がしたよ。ねえ、寒いよ、連れてって。僕パパがいい。待って、行かないでパパ、戸を閉めないで。ねえ、もうちょっと開けといて。うん、もうちょっとだけ、いいよ。ねえ、なんか音がしたよ。ねえ、寒い、連れてって。僕パパがいい。パパ、行っちゃ嫌だ、戸を閉めないで。ねえ、もうちょっと開けといて。うん、もうちょっとだけ、オッケー。あのね、僕は8歳だよ、一人で買い物になんか来ると思う。サンタさん待って、ちょっとお願いがあるんだけど。オッケー、あんたが偽物なのは分かってるの。僕がもうガキじゃないからだよ。でもサンタに雇われてるんでしょ。だから伝えてほしいんだ。僕はケビン・マカリスタ、住所はリンカン通り671、電話番号もいる。本当に大事なことなんだよ、サンタに伝えて。今年はプレゼントいらないから家族を返してほしいって。おもちゃの代わりにパパとママとバズとミーガンとリニーとジェフと、それからおばさんといとこを返して。もしついでがあったらフランクおじさんもね。サンタさんにきっと伝えて、今年は僕クリスマスプレゼントを欲しがらないから、その代わり家族を返してくださいって。大人はなんでこんなことするのかな。歯ブラシが見つからない、後で町まで買いに行かなくちゃ。他はみんなパパと同じだ。どうしたの？もしママに見つかったら僕お尻をぶたれちゃうよ。叱られるからダメだよ。違うよ、もう治ったよ。恋愛室にいる死人が怖いからだよ。仲良しになれば何も怖くないのに、友達になればいいんだ、親友なんだよ。ペダ、いいものがあるんだ、これさ。家ではよそうよ、この道を2回も通ったじゃないか。行くところはないよ。腹ペコだ、もう帰らなくちゃ。遅くなったらママが心配するよ。僕ん家で食事しない？予約したマカリスターだけど、あのさ、見ればわかるけど僕はカウンターに隠れるほどのチビだ。ホテルの予約なんてできると思う？考えてごらんよ、こんな子供が一人でホテルへ泊まろうなんて、まさかでしょ。パパと一緒なんだよ。でもお仕事で今会議中。会議って嫌い、中に入れてくれなくてロビーで待たされるんだ、退屈だよ。それで先にここに来たんだ。クレジットカードも預かった、ホテルの人にそれを渡して部屋に入れてもらえって。おとなしくしてろってさ。僕ってさ、いたずらっ子ってよく言われる。そう見えないでしょ。
ミスターハイウェイだ。お前次第さ。どうする？僕に協力するか？一生忘れられないようなすごいもん見せてやる。おい、なんだよ、一緒にやったんじゃないか。共犯だろ。かわいそうなやつだな。もっと楽しめばいいのに。いつも怖がってる。昔は僕も怖かったよ。だけど分かったんだ、やっちゃいけないことなんかないんだ。自由だ、飛べるんだ。邪魔者はいない、誰もだ。マーク、飛ぶのを怖がるなよ。すごいものを見せるって言ったじゃないか。その通りだったろ。感謝しろよ。本当に相変わらずだな。役に溺れちまって自分の出番にさえ起きてられない。でも大丈夫だよ、君には悪いけど本当の主役はこの僕だ。はい、僕はマイキー。アメリカ中西部出身、いわゆる変わり者ってやつで学校でも浮いてた。でもおとなしく引き下がる僕じゃなかったんだな。これが学校でキャンディーを売り始めた。元値の何倍もの値段でね。それから他には、そうそう、僕が10歳の時、日曜学校の先生のうちに呼ばれてディープキスを教わった。他にもいろいろと。